国寝具10回戦9日四日市市総合体育館。前 WBC 世界ライトフライ級王者の矢吹正道30イコール緑イコールが WBO 同級4位のタノンサックシムシー22対イコールを相手に50キロ契約で再起戦を行い7回1分19秒 TKO 勝ち。3月の初防衛戦で寺地健志郎 BMB に3回 KO を負けして以来半年ぶりのリングで3度のダウンを奪い、もう一度世界王者になりますと宣言した。タノンサックを攻める矢吹正道。タノンサックはこの試合まで24戦24勝 22KO と無敗の世界ランカーでリスクの大きい相手だった。しかし矢吹本人が弱い相手とやっている暇はないと希望、負けたら引退だと思っていたという試合はいきなりアクシデントに見舞われた。2回に右フックで最初のダウンを奪取したが、3回に相手の攻撃の衝撃で骨盤を痛めた。痛みに耐えかねてインターバルで座らないでおこうかと思ったと明かしたが、タフな相手に苦しみながらも6回にラッシュからの右ストレートで再びキャンバスに沈め、7回の連打で相手がグロッキーになったところでレフェリーが試合を止めた。試合は矢吹が青春時代を過ごした四日市で行われ、四日市市総合体育館では初のボクシング興行、地元三重テレビでは生中継も行われた。リングサイドでは京子夫人29とボクシングに打ち込んでいる長女睦月さん12、長男辰羽くん8が声援を送った。所属ジムの松尾敏郎会長は、世界返り咲きへなるべく早くチャンスを作りたいと年内にもタイミングを伺う。矢吹はチャンスがあればどこでも行きたいと言い、一勝一敗となっている寺地とも挑戦者だとやってもらえないと思うので、自分が王者になって統一戦という形ならやりたいと話した。